警視庁機動隊の爆発物対応専門部隊、爆発物処理用具と運搬車爆発物処理班は爆発物処理を行う部隊のこと。日本の警察では爆発物対応専門部隊、または爆発物対策部隊として設置され警備部、機動隊等の所属になる。諸外国ではスワット及び軍や警察の特殊部隊所属である。これ以下、各説では、 日本の警察におけるそれについて記す。主に爆弾を用いた犯罪に投入されている。不審物の確認、爆弾の撤去、搬送が主任務であり、ドラマに出てくるような次元爆弾解体等は行わない。撤去作業は、X 戦闘士装置や爆発物収納等などを利用しつつ、柔軟に対処できるため対爆スーツを着た隊員が直接、 マジックハンドを操作して行われることが多いが、状況に応じて爆発物処理用具や遠隔操作式爆発物処理用具も使用される。なお、爆発物対応専門部隊等が作業を行うのは、テロリズムなど事件性が高い仕掛け爆弾などであり、砲弾、爆弾の不発弾処理については自衛隊の部隊が行う。爆発物対応専門部隊は、北海道警察、 宮城県警察、警視庁、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、京都府警察、大阪府警察、兵庫県警察、広島県警察、福岡県警察、沖縄県警察の警備武器動隊に設置されている。爆発物対策部隊は、その他の県警察の警備武器動隊、千葉県警察成田国際空港警備隊、 警視庁東京国際空港テロ対処部隊に設置されている。全国で総勢約1000人の体制。警察庁ではテロ対策部隊の一つに位置づけている。警視庁警備部機動隊の場合、特化車両隊を含めて10体の機動隊のうち5体に設置されており、当番制で対処している。隊員は爆発物処理のみを仕事とするわけではなく、一般の機動隊員として、 通常は、制服で重要施設の警備やデモ警備、祭りの交通整理などに従事し、月に2回程度、爆発物処理の当番が回ってきた時にその任に当たる。担当区域の指定はなく、出動命令が下れば、当番の処理班が、都内全域に出動する。各隊で爆発物対応専門部隊を編成できるように、隊員を指定して訓練を行い、 爆発物処理車両や、防爆防護服等を装備させている。ほとんどの場合、爆発物、もしくはそれと、応募式危険物を発見したという連絡があって、現場に向かい、対象を冷却、冷凍させ、現場から特化車両を用いて運び出す。その後、人家や人気のない場所で安全に爆発させ処理する。しかし、すべてこの方法で処理できるわけではなく、 実際に爆発物そのものを解体処理しなければならないこともある。その際は極めて危険な仕事となるので殉職者が出ることもある。解体作業は爆発有効範囲から処理班以外のすべてのものを撤去させ厳重に警戒しながら行う。次元爆弾やブービートラップ式爆弾、プラスチック爆薬など高度な技術が投入されている爆弾の解体にあたっては 専門家の支援を仰ぐこともある。a b 警察庁警備運用部警備第一課、機動隊の専門部隊の正教化について、警察庁令和元年版警察白書第一部第二節第二項に記載。ありがとうございます。